できました、カレーチャーハン餃子トッピング。昼ご飯食べようと思ったんですけど、まあ餃子、あれですよね、チャーハンかカレーか迷ってたんですけど、まあね、こうカレーチャーハンやってやろうじゃありませんかね。というわけでね、セブンイレブンでちょっと買ってきましたよ。ね。これですよ。ですか。炒め油香るチャーハンね。138円。冷凍のやつですよ。で。はい、ね、これはセブンイレブンのなんかカレーですね、ビーフカレー辛口、レンジ対応、ね、これが、98円、ね、で、まあ、カレーにチャーハンにカレーをかけただけではですね、ちょっと芸がないので、ね、やっぱりね、こうチャーハンといえば中華ですのでね、こうね、餃子レンジで焼き餃子ね、128円、ね、で消費税が29円で、合計393円、ね、393円で美味しい、ね、ビーフカレー、じゃあまあカレーチャーハン、餃子カレーチャーハン作ろうと思います、ね、これどれから温めればいいんだ、これがカレーが、まあカレーは、カレーはカレーは60秒でできます。餃子は1分30秒ですね、はい、チャーハン意外とチャーハン時間かかりますね、うちは600ワットですので3分50秒、チャーハン餃子カレーという順番で、ね、ちょっと温めていきますよ。はい、今チャーハンをね、加熱しますよ、ね、まああれですよ、今日は一人ですよね、休日、嫁さんは今仕事に行ってますね、ね、嫁さんがいる時にこういう料理を作ってると絶対に怒られますので、それはもう嫁さんが留守の時にねやるしかないですよね。はい、チャーハンできました。チャーハン、はい、ね、でレンジの焼き餃子は、この袋を開けずにこちらの面を必ず下にしてくださいということですね。これ袋ごといきますね。じゃあ袋ごといきます。1分30秒じゃあこれをやってる間にカレーを準備します。カレーはここを開けて、ここを箱からパウチを取り出します。まあ、ボンカレーのように袋ごと入れる、だって箱ごと入れるんじゃないんやこれ、ね、箱からパウチを取り出します。蒸気のやつがこっちを上にするんですよ。ね、こっちを上にするんですよ。危ないところでしたよ。ね、はい。ね。ね。これ黙っていたらダメですよ。ね。これはですね、チャーハン、カレーチャーハン作る上にですね、チャーハンとカレー、チャーハンの上にカレーを乗せただけでは、単にね、チャーハンの味とカレーの味がするだけというものになってしまうのは、もうおおよそもう予想がついてましたので、そこにですね、この餃子を、ね、盛り付けることによって、何かこうね、チャーハンと餃子とカレーの味が混ざり合うことで、何かこうね、奇跡が起きると私は踏んでいるんですよね。そういうことですので、できました、チャーハンができました。
チャーハンじゃないです、餃子ができました。次は、カレー60秒ですよ。よし、はい、はい、カレー60秒。餃子をですね、シュート。どうですか、どうですか。うまいでしょ。うまくいきましたよ、ね、こういったものを寄せてきます。ゴミは捨てとかないとね、証拠隠滅のためにこうね、こういうものがね、こうあるといろいろ後で怒られそうですから。どうですか、これが、チャーハンが、餃子が乗った状態のチャーハンですよ、そうこうしているうちにあと15秒でタレが出来上がりですよ。まもなくあと4秒、3秒、2秒、1秒、キーン。よし、できましたよ。どうですか、じゃあね、ここをね、オープンしてカレーシュートですよ。こうした方が画面映えがいいのか。ドロ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 、ちょっとこのあ、微妙なあれですよね。できましたよ、ね、はい、できました、カレーチャーハン餃子トッピング、じゃあ早速食べてみますよ。ちょっと水を飲んでからいますよ。じゃあまずはこのカレーとチャーハンのハーモニーちょっとね。うまいですね。ちょっとカレーの味が、ね、ちょっと混ざってますね、チャーハンよりも、ね、ちょっと餃子も、普通にうまいですねこれ。餃子はこれ意外にうまいですね、これ。